クロージングっていうのはどういうことかっていうと、コミュニケーションの中のね、心臓でもいい。コミュニケーションので何のために存在するかって、クロージングのために存在するんですよ。例えば学校の先生がね、生徒に勉強を教える、そんなのは教材でもいいじゃないですか。じゃあなぜ先生が存在する？それは生徒にクロージングするために存在する。何のクロージング？一生懸命勉強するって、将来すげえいいことが起きそうだ、すごい面白くなりそうだ、脳が鍛えられてシナプスつながって脳にシワ入ってすごいレベルの高い脳になりそうだ、うわ勉強するってすげえっていうことをクロージングするために先生が存在するわけで、説明だったらいらないですよ。だから教科書が参考書に書いてある。営業マンだってそうですよ。商品説明、そんなインターネット見れば分かるし、カタログ読めば分かる。じゃあ何のために営業マンが存在するの？それはクロージングのために存在する。ということはコミュニケーションってクロージングのためにあるんですよ。ところがそれ分かってない。これまた鋳型に流し込まれた呪縛で分かってない。コミュニケーションはコミュニケーション、セールスはセールス、プレゼンはプレゼン、クロージングはクロージングって分けてる。一つこれ全部が桑原ですよ。この指も腕も、このほのかに短い腕、ムチムチの手、これ全部が桑原ですよ。そうでしょ。だからこれがクロージングであり、これがコミュニケーションなの。本気にさせることですよ、クロージングね。じゃあなぜクロージングができる人とできない人がいるかって、そんなこと聞きたいでしょ。それはね、簡単に教えましょう。ガッツと根性でギターが弾けますか？ガッツと根性でギター弾けない。ということはどういうこと？最初に習わなきゃいけないの。習うのは先生かね、友達かギター本か分かりませんけども、最初にコードっていうのを習わなきゃいけないの。ドミソドって押すと C ということで、ジャーンっていう、ビューティフルサンデーなんかのジャン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 、あれが C コードって言うんですけどもね、ドミソドって押さえるってことを習わなきゃいけない。わかります？自力であんなの開発できないですよ。じゃあ C ね、次 G とか a マイナーとか F、 これを習うからギターが弾ける。で習ったらあと組み合わせだけで何曲も弾けるようになる。ここにポイントがあるんですよ。まず他力なの。他力ってのは分かりますか？自力でコードなんか開発できない。まず他力を先生でも教材でも教本でもいいから教わる。その後の死ぬほどの自力。この順番がみんな間違ってる。ということはクロージングってどういうことか。習えばいいんですよ。コードがあるんですよ。心理学に基づくクロージングコードっていうのがあるんですよ。ギターみたいにドミソドじゃないですよ、人が相手だから。でもあるんです。私はそれを開発できたの。だから自分が売れた。で部下にその自分の気づきを伝えた。部下も売れるようになった。そのぐらいから営業は感性、センス、ガッツ、根性だけじゃない、テクノロジー、メソッドがある。